気をつけてください。あいつ、私をさらったやつ。てめえか、このクソ野郎。想定と違うことをされては困るな。うるせえ。二人は共に武道を極めんとする仲間でした。しかし年月が過ぎ、女は醜く年を取っていきました。弟子に力を授けた女は無意味にも男に戦いを挑み、返り討ちに遭ってしまうのです。めでたし、めでたし。おいおいおい、実の兄貴に何をする。お前も魂を売っただろ。俺は品性まで売った覚えはない。お前たちに人間界の存亡を託した。これが純粋な強さだ。